ないからね、今全然。すごい。亀パン。なんで、なんで、上から降ってくる、誰だ。こういうゲームあるよね。洋服ね。これのんのんの借りた。ああ、春のパン祭り、春か、春だったらもうちょっと前じゃない。春だったらもうちょっと前な気がするけど。今パン祭り、パン今の時期なんだ、知らなかった私。でもうすぐ夏だよね、梅雨とか。雲見ろ、確かに。5月も春なの、まあ確かにそうだけど、なんかね。こんにちは、お久しぶりです。皆さん、焼きそばパンね、あんま食べたことない。食べたいなっていつも思うんだけどね、なんか踏み切れない。焼きそばパン、わかる、この気持ち。わかるかな、この気持ち。なんかめっちゃ久しぶり。私もなんかカラオケ探してるけど、東京ってめっちゃカラオケ閉まってるのね。東京全部やってないの？調べたらカラオケの鉄人はやってるっぽかったんだけど。神奈川と埼玉はやってるのか。ご無沙汰。え、多分多分見間違いかな。ネットで調べたらカラオケの達人は空いてるみたいだった気がするんだけど。ノリ似合う、本当。そろそろカラオケやりたい。のりおいしい。埼玉でカラオケ探したけど営業中なのにやってなかった。え、マジでやってないのかな。ガラ鉄もやってないのかな。めっぺろん。熊谷に電話、確かに。緊急事態宣言っていつまでだっけ。月末か、長いね。長々しいね。延長する？うん、なんだ。
オリンピックはやるのにね。ハート、カラオケの鉄人もやってないのか、もしかして。どうしようかな、なんか今お隣さんいそうにないけど、音しないから。カラオケの曲やってないのかな、聞いてみる。韓国のり永遠に食べれる。日中もやってないっぽいんだよね、多分だけど。海苔止まらない、マジでしょっぱいよ。おいしい。超おいしい。どのくらい残りましたか。もう一袋買ってきたんですよ。焼肉屋さん行きたい、とても。てか今日ご飯がさないんだよね、買ってきてなくて。うん、私リップどこ行ったの、これか。神経いい感じよ。東京生活慣れた。なんか別になんかうんって感じって感じ。なんか特に何も、まあまあまあって感じ。こんなもんかな。今日は寝過ごしてゴミの日を逃してしまってめっちゃ落ち込んでる。やらかしたって。こんばんは。寂しさは別にないかな。まあまあこまめに連絡も取って、親両親と。今のところはない。とにかく頑張らなきゃっていうのと、焼肉屋でお酒ないとか、えりちゃんがいない AKB では。そうなの。おいすぎないとありがとう。やっほー。お酒の飲めない焼肉屋さんなんで、カレーのないカレーライス。私焼肉屋さんでお酒飲まないわ。焼肉だけを楽しむんだけど。こんばんは。本当に私お酒焼肉頼んだらお酒飲まない。お肉の味だけを楽しむタイプです。こんばんは。ビールは普通かな。外飲みしない。基本ってかお酒飲まないね最近。全然飲まない。ジュースの方がうまくないってなっちゃう。確かに弱いからかな、すごい多分弱いからだとは思うけどね。強かったらなんか飲みたいって思うかもだけど。
こんばんは。焼肉屋さんでご飯食べない。私も白飯食べない。弱いよ。ジュースの方が美味しいよね。こんばんは。上田しげるさんの焼肉食う量がない。やばそう。家でもそんなのは。韓国の食べ物か。食べ物はちょっとあんまりよろしくないかもしれない。ちょっと今コロナっちだし、うん、ごめんね。ありがとう。気持ちだけありがとう。ありがとう。ちょ、食べ物はね、いろいろと危険な気がするかな。油をビールで流し込んでみてくださいと言わない。酒ばっか飲めるのって。あ、大人への一歩ですな。韓国料理はお酒のつまみ。あ、そうなんだ。ぴったりなのかな。私もご飯と食べたくなってる。まあまあ、断食中。ううん、全然。あの、家にご飯がないから困ってる。5月11日さ、消費期限のさ、合いびき肉って使わない方がいいよね、絶対。明太ご飯を韓国海苔で巻くといいさ。それはいいさ。家で久々に酒飲んでるの。キャーキャーキャー。ご飯はね、まだ炊いてない。ちゃんと冷蔵庫入れてあって、火を通すなら。あ、入れてた。ずっとうちは使いますが、エリちゃんは使わない。タコライスならいける。捨てるか迷ってた。今日ちょっと寒いよね。冷凍はしてなかった。冷蔵庫だった。こんばんは。あ、大丈夫？本当？なら食べちゃおう。昔食べてるものがなさすぎて、カビてるチーズをブルーチーズって言って食べたから。何2年前のハム食べるの。そんなことある。罰ゲーム。あゆりちゃん、イートオンリーのりインディナー。消費期限切れの合いびき肉ならあるので、それを食べようかなって。私もセルフ罰ゲームよくやるわ。冷凍してたからいけるなって。いけねえわ。2年前はやばい。食べたことない。アイスの賞味期限一応あるんじゃない？
べ食べたことないと思う。私ないない。ちょっとアイスとお茶取ってくる。またやってる。やあ。お刺し食べてみたい。定番。今日ちょっと寒い。服可愛いでしょ。私こういう服もう着ないからね。ノンノ様の服。こういう服着ないからな。キャラメルホリック美味しいよね。てか髪色をもう早く抑えたい色。美容院行きたいけど月曜日に行く美容院。パルムだと思ったでしょ。ガーナです。ガーナなんですよこれ。顔小さくてアイスでかぶる。そんなことないじゃん。前にあるからだよ。全然アイスちっちゃい。うん、ガーナかパルムだったらね、私はガーナ派なんですよね。本当にうまい。うん、ちょっと違う、ね、チョコが美味しい。まあパルムのさキャラメルなんちゃらみたいなのがあるのね。なんだっけあれ。何この首のない猫。なんかわんパルムのなんかそのキャラメルみたいなのがあって、もうそれが本当に美味しくて、なんかうん中に入ってない、でも本当に美味しくて、期間限定なんですよあれ。あれが美味しすぎて永遠に食べちゃってめっちゃ太ったその時。あれは本当美味しかったな。何その猫。あ、こうかかってるからこう首が切れてるように見えるのか。怖い。パンか。キャラメル最強だよね。うん、なるほど。こうなってるのか。
なんかみんな最近面白いことあった？ないの。寝てる？スーパーどこも売ってなかった。本当？チョコレートついちゃう。この配信見てることしか楽しみがない最近できなかった寂しかったでしょ。ごめんね。部活の時のくせ就活の面接他の学生が自己紹介した後に拍手したら面接官に笑う。かわいい。私だったら、なに、多分タイマーだと思う。びっくりした、びっくりした、びっくりした。なんかこれの上にピッて乗った時にピーって音、あ、なんか踏んだ時にピーって音したから、多分その時にタイマーがかかったって信じてる。ビビった。めっちゃびっくりした。びっくりした。うん、配信中でよかった。で行かない。こういう服ってやっぱ好きなの、みんな。こういう可愛い系の服買わないからな。最近ほんと白か黒の服しか買わないから。着てみたい。オッケー。うん、珍しいでしょ。よくロンドンの服だもん。
こういう服も悪くないな。精一杯の引き。このアイス当たりとかない。めっちゃ褒めてくれるやん。めちゃくちゃ褒めてくれるじゃないか。まだ握手会があったらその服が良かった本当。連携プレーがすごい。嬉しい、ありがとう。こういうのも悪くないね。じゃあそんな褒めてくれるんだったら、そんな褒めてくれるんだったら悪くないな。ちょっと悪くないな、買おうかなこういう服も。こんなに褒めてもらえるんだったらいいな。ちょっと目になんか、あ、本当だ、ありがとう。そんな可愛いか分かんないよ。今日整体行ったら寝ちゃって夢でアイリちゃん出てきました。ごめん、いいよ、ありがとう。インスタもね、いっぱい載せたい。これからこんなに生涯のうちに可愛いって言われてくる人生嬉しい、可愛いって言われる人生嬉しいな。ちょっと嬉しいな。悪くねえな。悪くないな。可愛い、ありがとう。今日整体行ったら寝ちゃって自分のいびきにびっくりした。それすごい。 TikTok、 あ、ね、そうね、 TikTok も撮りたいな。ちょっと撮ってみよう、時間あったら。もっともっと合いそうな服装ありそうだから、いろいろなの。 OK、 じゃあなんか偏らずにいろんな服装を試してみるわ。いろいろね、そう、今はねヒステリックグラマー買いたいなと思ってる。かわいい、本当にヒステリックグラマー。自撮りツイッター、確かに確かに、明日やるわ。明日あげるね、約束。ダメ？焼けたよ。またアイス食べる、やばくない？
明日めっちゃむくみそうじゃない？私どう思う？明日むくみたくないんだけど。明日むくむに100票かけてる今。まあいっか。水飲むわ。炭酸水ってどうなの？炭酸水意味ない？ついてる。むくまない？むくまなくなったりしない？飲まなくなる？炭酸水？飲もう。こんばんは。ついてないかい。当分だけど有価値。のり CM 目指してるよ。知ってた。炭酸水飲もう。え、待って、私も逆流性食道炎あったよ。ある人だよ。めっちゃたまにしか出ないけどさ、最近出ない、最近出なくなった。逆流性食道炎あった私も。撮ってるだけでしたが、ウケる。なんか私食べた後に二酸化炭素の炭酸ガスが血中に乗ると血中二酸化炭素濃度が高くなる。おね、永遠に食べちゃうよね。どうやって治した？わかんない。自然に。小学校の時からあって、なんかこっからシュワシュワのなんかが出てくるよね。味がある、なんかシュワシュワが。なんか食べた後にすごい、歩きすぎたり運動しすぎたりするとなったんですよ私。たまにそういう時じゃない時でもなってたんですよ昔は。バイト中とかになっちゃったりしちゃって永遠に吐いちゃったりすることがあって、逆流性食道炎になった時めっちゃしんどかった。めっちゃ気持ち悪いのよあれ本当に。こっからシワシワのやつが出てきて何回も戻しちゃって、すっごい気持ち悪いの。バイト中になるとね、めっちゃ辛かった。でも8入ってからあんまなかったかも。そう忘れてたな私、自分がそれだったこと。あ、でも1回愛媛ツアーの時になったわ。そう、バイト中にね、バイトのトイレにね本当に体調悪くなるのって本当にしんどいよね。めっちゃリップ漏れてたんだけど、なんだ。
行ってきた。ペロペロしてた。ゆっくり食べる。あ、前いっぱい食べてたのかな。おもみんなでペロペロタイム。これのんのんの串、これ私の串、これのんのんの串、これ私の串、ドゥーン。今度からみんなでゆっくり食べよう。特に何も起きない。串の英語わかんない。これのんのんの香水。めっちゃ今のんのんの荷物持ってるから私。公務か、あ、公務って言うもんね。家まで送ってもらいたいの、今夜満たされてないの。これミスディオールっていうすごい有名なやつだよ。女の子ならみんな知ってるし、みんな使ってるから、みんな使ってるから、あのみんな使ってるからね、多分一回は嗅いだことある匂いだと思う。みんながツンディオールだから高いよ。ディオールは高いよ。私の最近のおすすめコスメ、香水って一生なくない。え、私なくなったよ、自分のやつ。だから今2個目ちゃん、2代目だもん。最近の私のベストコスメ、シャネルのボームエサンシエルスカルプティングです。だから私さ、ファンデーションとかさすぐ抜いちゃうからパウダー買わなきゃ。これこうやってやってトン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 ってするとめっちゃツヤ肌になるんですよ。トン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 って。そうそう。ツヤツヤになるやつ。ツヤ肌知らずだった私をツヤ肌にしてくれたアイテム。私肌がシンプルに汚いからさ、肌をきれいにする何かがしたいんだけど、何をしたらいいか分かんないんだよね。本当にお肌が汚い。お肌が汚い。なくなったら水入れて使うの。なんでなんで。お肌が汚い、お肌が汚い、本当のお肌が汚い。どうしたらいいと思う。どうしたらいいと思いますか。
美容皮膚科なのになるものに行ってみ、わかる。おすすめのメンズ香水はジバンシーのプチ3本。私も綺麗にしたいけど調べても効果人それぞれ。そうなんだよ本当に。ピーリングか、私肌弱いからどうなっちゃうんだろう。皮膚科行ったことあるけどね、アトピーのあれで微妙なんだよね。クリニックでレーザー、そう、そういうのも考えてる今。ジミーチューの香水がもうすぐ、あ、ちびっこなくなったよ。そう、私もなんかそのレーザーみたいなクリニック行こうかなって。肌キリチクしたいからね。この前一緒にアリちゃんの配信見てた友達がアリちゃんのファンになるって言ってくれた。これからよろしくねって言っといてください。アトピーのせい、まあそうでね、基本的に肌が弱いのはそういう、まあ皮膚アトピーとかもあると思う。高いよねめっちゃ。なんか注射とかもあるじゃん、美肌注射とかもあるのね。5000円ぐらい、レーザーは1万ちょいなんだけど、美肌注射とか5000円ぐらいなんですよ。どっちがいいんだろうっていうね。私アトピーだからその肌がすごく弱いので、なんかどっちがいいんだろうっていう。レーザーとかよりかは注射とかの方がいいのかな。舞台ね、決まればいいんだけどね。何かしら温泉行くとかはあれで、え、なんでだろう。洗顔料はね、美肌はインナー系、そうだよね。私もそう思う。頑張るね。頑張ります。こんな韓国海苔とアイス食べてるようじゃダメ。頑張ります。なんか美肌になるレシピ本とかないかな。美肌になるレシピ本。けんです、ありがとう。ないかな、美肌集みたいな。ね、傷跡残らないの悲しい、残るの悲しいよね。めっちゃわかるわ。汚って思われるんじゃないかなって思うよね。わかる。韓国海苔食った後に美肌トークは関係、それな。韓国海苔いいの？炎症を誘発する糖質、あ、糖質がダメなのか。甘いものってことね。じゃあ控えます。肌が綺麗になりたいから。フルーツトマトとレタス豚肉ポン酢。おー、なるほど。じゃあアイス鍋ね。水炊きで鍋とか食べたいな。ゆずぽんで、馬路村の。最近食べたご飯を記録したら栄養グラフ見れるアプリ使ってる。え、偉い。私もやろうかなそれ。大量の米といでたら肌が白くなる。本当ガーナとも別れ、さよなら、さよなら、さよなら。ここ数ヶ月の透明感半端。いや全然、私久しぶりで会った友達になんか黒くなったって言われたもん。なえた。アイスっていうかチョコ、うん、豚肉と白菜のミルフィーユ鍋、楽に美味しいから。でもゆりなさん、あんなにチョコ大好きであんなに食べてるのにめっちゃ肌綺麗だよね。不公平だよね。外科を、非医療系はエセが多い。うん、確かに。本当に肌汚いんだよね。なんでだろう。なんかどっちかというと毛穴が開いてる感じ、私は。ここら辺とかの
高校の時の体育祭とかみんな半ズボンって可愛く着てたのに着れなかったね。辛いよね、わかる。私もそういう経験すごいある。とにかく後を直すことに頑張ろう。一緒に肌にいい野菜なんかある？わかんない。ピーマンとか天性の菜。まあね、可愛いな、うちのうさぎ睡眠は結構取ってる取ってる。なんか肌が浅黒くなって毛穴がめっちゃ開いてるって感じ。そう、心は開いても毛穴は開きたくないね。あ、でも最近私デュオを買ったんですよ、高いやつ。なんか巷で噂のデュオ、クレンジングバームなのに4000円もするんですよ。けどすごいみんないいいいって、うるさい、あ、うるさいじゃない、みんなすごいいいいいってすごく言うから気になっちゃって、ちょっと気になっちゃって、買っちゃったんです。ヤクルト400アトピー。あ、そうなんだ。え、メラノ CC 私めっちゃ染みたよ、顔ヒリヒリした。私ディオールのめっちゃ高い化粧水でもダメだったからね、顔。恐ろしくない？じゃあ何がいけるんだよっていうね。アルビオン使ってみようかなと思ってる。使用感教えてほしい。 OK、何日か使ってみたら言うね。毛穴ケアの黄色色にした。肌を作るもとはタンパク質、補光素酸、補光素のビタミン C とビタミン B。 なるほど。妹が使ってる化粧水から、化粧水とかめっちゃおすすめ聞きたい、すごく。なんか本当に気知りたい。来るとね、飲んで、私ニセルトしか飲まないからな。化粧水とかは高いとかより相性、まあそれはそうかもしれないけど、まあね。アルビオン気になるよね。アルビオンめっちゃ気になる。ディオールのやつなくなったらアルビオン買ってみようかな。ニセルト東京で見かけない。うっそ、どうしよう、近くのスーパー見てみよう。ニセルトないの東京、どうしよう入りくシールは優しい。入りくシール、うん、あれ私合わなかったんだ。こんばんは、植物繊維の野菜いいかも。本当？ありがとう。普通のヤクルト買いよ。ヤクルトでええやん。化粧水は薄いやつでもいいからバシャバシャ使う方が。あ、そうなんかな。どん、確かに無印で使ってる人多いよね。なんで言う、今までずっとニセルトと共に生きてきたのに急に本当のヤクルトに乗り換えるの。そんな急にいいの、乗り換えるの。サンドイッチもあるんだ、リスンちゃんなのに甘く。うん、自分でそうしてるんだよ。ニセルト、ニセルトしか勝たんよね。量を使うのはいい。あ、そうなんだ。量をいっぱい使えばいいのか。任せなさい。いっぱい使おう。義理がたいよ、私はニセルトに対して。美味しいんだもん。ゼオスキンヘルスバランサートナー、へえ、ちょっとスクショしとこう。ありがとう。ニセルトと呼ぶのはどうな、確かにごめんなさい。ヤクルトに似た何か、
乳酸菌飲料と呼びます。すぐ乾燥するからお風呂出た後ドライヤーした後寝る前に化粧する。やっぱそうだよ、私もやってる。最近の映像解像度高くて大変。そう、なんか最近すごい毛穴という毛穴とかまで映されてるよね、俳優さん。もうちょっと加工しなくていいのって思っちゃう時ある。ちょっと私この1週間ぐらい美肌に努めてみるわ。結果言うね。何したかと結果言うね。ちょっと明日から始めよう。美肌に美肌を頑張ろうみたいな習慣にするわ。ちょっと美肌頑張ろう習慣。美肌頑張ろう習慣ね。お風呂出た後も塗るって書いて、ちょっとこの滑らかも消せるようにするわ。この滑らかさもゼロにで、今こんな感じ。ちょっと覚えててみんな。ここに日比跡がここにあります。でここら辺もすごい汚い。今すっぴんなんだけど、ここら辺も汚いし、ここもね、日比跡あるしね、ここのクマもあるしね。てかまだほくろがダメだよね、私。こことかの。スチーマー使ってないけど昔使ってた。ママたちが持ってる、ももちゃんとか。袋のけようかな。こんな感じ覚えた？絶対除去した方がいいよねこの袋。汚い。スチーマーと効果とか、あと使ってたやつはパナソニックさんかな。うん、使った感想はめっちゃいいとは思わない。なんかめっちゃ良くなったみたいな、そのなんかめっちゃ感動したわけではないけど、って感じかな。精製水使ってやってたけど、まあ、めっちゃ感動するわけではないけど、まあなんか結構なんか。その私そこまで肌に悩んでない時に使ってたからあんまり覚えてないんだよね。けどめっちゃ感動した覚えはないかな。今すごい肌が良くないから私だから気になる。今使ってみてどう思うかっていうのは分かんない。ちょっとティファールの湯気スイッチーマー代わりに使ったけど効果なかった。それはないだろうん、なんかめっちゃ感動、めっちゃ保湿されたとは思わなかった覚えはめっちゃあるね。めっちゃ感動っていう、なんかもーちゃんとかも多分今やってないと思うし、なんかめっちゃ感動した覚えはないかな。結局何が一番いいんだろうね、わかんない私にも。何円くらいですか。あ、わかんない。パナソニックさんのね、普通のやつ。どういうのがいいんだろうね。いろんなパンを降りてきた。かわいい、フルーツサンドもあるんだ。かわいい、ありがとう。袋除去めんどくさいよね。一回やったけどさ、全然綺麗なかな。愛ちゃん推しには一緒のものを使うことでいい結果が期待できると思います。プラシーボ効果。そうなの？じゃあ私もちょっと考えてみるわ、スキンケアの一覧。とにかく暇さえあれば化粧水塗っとけばいいよね。バシャバシャ使うようなやつ買っとこう。スキンケアをやりすぎていると思いますか、それとも不十分だと思いますか。不十分だと思う。全然やれてない。めんどくさがっちゃう、ちょっと私。
フルーツサンド人気？確かに私あんまフルーツ好きじゃない。パックね、パックいいよね。パック良きだよね。私もしよう、ちゃんと。好きな人が効果あるって言ってるの使うだけで効果とかも。え、そうなの？ちょっと私もじゃあめっちゃおすすめしたいと思えるようなやつ頑張って探してくる。明日メロンパン作る。え、タイムリーじゃん写真見してよ。韓国行った友達からパックもらって使ってたけど肌の調子良かった。本当？やっぱパックいいのかな。あー、しゃっくりが。レモンパック、キュウリパック、あ、なんか小学校でこんなレモンの形したパックとか使ってたな。じゃあ頑張ってみんなにおすすめできるようなやつ探してくるね。信じるものは救われるか。私めっちゃ仕事入るって信じとくわ関係違うか、それはちょっと机組み立てなきゃだな。立線教徒は救われる。そうですよ、立線教。ほんなんきょうの皆様、本日のお次を開始させていただきます。立線教を信ずる者は皆韓国海苔を食べるようにとのことです。悪霊退散、悪霊退散。久しぶりにやったわこれ久しぶりにやったわ。熱、熱、天血。千個もポチったの？それはやだ。それはやだ、隠し。それはダメだよ。嘘でしょ？血、天血。こんなご時世ですが、韓国のり買ってきてもいいでしょう。スーパーで買いましょう。天血。
変形図か。じゃあさ、はい、じゃあさ、ケツ、レッツ。今はね、結界誌見てますね、私。すごい面白い。銀魂がね、全部見終わってしまったので。嘘だけど嫌だって言われる。ごめん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 。ほい、ジョソ、ケツ、メツ、天ケツ。ね、誰かさ、プライベートの私見たことある人いる？いないよね。え、実はあるって人いますか？実は私がプライベートで歩いているところを見たことがある。更新、あ、更新しようかな。まあでも昨日やってないからほとんど。9位だから別にどうでもいいかな、今回は。ありがとう。あ、ないんだ。そっくり泣いた。本病。7回はやばい。ないんだ。もしいたらどうする？かけたら話しかけてもいい？いい、全然全然話しかけて。気づく自信ない。本当？マスクしてると分かんないよね。締めがちに通り過ぎる。マジ？いいよ、全然話しかけて。手は気づかないで、アリちゃんが気づいた場合、話しかけに行く。めっちゃ緊張する。弾力の時受けた。アリちゃんなら話しかけれるけど、他はなかなか受けた。何それ、ひどい。ハードルの低い女か、女みたいな。写真もいいの？うん、うん、自分から見つかる。え、ほんとだよ。私手振ったことあるよ、いたら。あ、やっほーって。あの広島ツアーの時に次の日宮島行ったんですよ。そしたらいっぱいファンの人いて、普通にやっほーって言ったよ。話しかけると思う、多分私。車の車両、マジ？すごい。多分トントントン、ヤッホーって言うと思う、いたら。まあもしかしたら今後おデートとかしてるかもしれないから。美味しそうになってきた、自分が。自転車で隣の人に話しかけられたことあるよ。
おデートしてたらせっかく家に話しかけに行く。それは開けるんだけど、それは開ける。今日さ、初めて新宿駅でさスカウトされたんだけど、新宿駅もスカウトいるんだね。びっくりした。ロサンゼ、うん、東京いるとき。デートしてたら写真撮って文春に売ろうと思います。私のネタなんて記事になるわけないじゃん。うん、芸能事務所、芸能事務所のものなんですけどって言われて、入ってますって言って話終わった。頑張ってくださいねって言われた。ありがとうございますって言った。優しい、いい人だよね。なんか私さ、声かけられたらんってやっちゃうんだよ、いつも。うおってやっちゃう。本当は指ペロペロしたいけど、今は配信中だからしません。と電車で隣に座ってきたアイドルっぽい子が真顔でリップに高速いいねつけまくって、もう本当は指舐めたかったけど、舐めない。偉いから。いいねされるだけで釣られるの？一回の朝に会った気がしたけど、向こうから否定された。どういうこと？どういうこと？新宿駅ですね、声かけられたの初めてだったからびっくりした。スカウトはね、あの原宿のなんだっけ、竹下通りでしかしゃれたことなかったんですよ。だからびっくりした。てかさ、いやこれどうなんだ、あアイドルのやつさ来たよ。アイドルなりませんかってやつ。やろうかな。しかも私も知ってるグループのところの会社だった。してないしてない、承諾。前言ってたやつじゃない、私も知ってた、そこの。グループの新規グループみたいな。
やるかも、やっちゃうかも。入ってていいんだって事務所に。どう思う？今の事務所的には分かんないから何も言ってない。難しいとこだよね。みんな的にはどうよ。どうなの？どうなのよ。わかんない自分の気持ちが。ちょっと女優さんってすごい大変だし、全然仕事決まらないし、オーディションも書類打ちするし、でもまだ始まったばっかりだから挑戦してみないとわからないし、女優さんはね。でもなんか結局何もなかった時にアイドル、もっとアイドル好き、結局歌とダンスも大好きだから、そのそういうのも楽しそうだなって思っちゃう自分もいるし、なんかもう気持ちがグラグラって感じで、ダメだよねこんなの。普通にさ、夏のさアイドル対バンあるじゃん、大きいフェスみたいな。なんか虫がいる、ブスブスブス。そういうのさ、なんか一からスタートじゃないかな。なんかなんだろう、難しい。その対バンとかさ憧れてたけどさ、チームメイトって人数多いじゃん、だからほとんど出れたことないじゃん私。ああいうのも出たいなって思うし、なんかその少人数グループに昔から憧れあるし、なんかそうだなと思うんだけどね。結構大きなところなんですよね。私も知ってたから全然。ほほ、何人グループ、全然話聞いてない、知らない、あまだ聞いてない全然。別に恋愛はいいかな。私は、まあ、恋愛もしたいって気持ちはあるよ。ほん正直ね、あるけど、あるけど、そのなんか、別に仕事ができるんだったらしなくていい。
なんかハエみたいに飛んでる。その芸能の仕事がいっぱいいっぱいできるなら別に、どっちかを犠牲にしなさい、仕事たくさんできるからその分恋愛はやめなさいって言われたらできるかも。たくさん芸能活動ができるならね。でもそうじゃないんだったら普通に楽しみたいって思っちゃう、人間だもの。優先順位が芸能だから私は絶対に。でも今みたいに何もない状況だったら普通にプライベートを楽しみたいって思っちゃうな。振り返ってみるとこの道を選ばなかった方がいいと思う。いやいいえ、私は芸能 したいために生きてる歌かダンスか芝居ができたら何でもいい。めっちゃハエがうじい、今みたいなんもないんだったら普通に遊びたいしって思っちゃうだよね。ハエがうじい、ハエめっちゃ飛んでる。あ、AKB に入ったこと後悔してない、してない、大感謝ですよ、ありがとうございましたって感じ本当に素敵な経験をさせていただいてありがとうございますっていう気持ちしかないですよ。やっていい？何が？まだ開いてる？開いてない一回ドア開けた時とかに入って入ってくれてなかったら出会えてない。そうだよね、俺頼まれてないのに恋愛禁止頑張っていい？いえいえとんでもない自ら生ゴミ、あーそうかもしれない、それかもしれない、ゴミの日逃しちゃったから。恋愛禁止中っていうのはさ、自ら行動を起こしてないだけじゃないの？アイドルの道もやるの？あー確かに、一回お話だけ聞いてみようかな。痛いとこつくみんな自分から行動してないだけでしょ。世の中のねリア充たちはいいなって思うでしょ、あいつらイチャイチャしていいなって思うでしょ。あの人たちは自分から行動を起こして自分から積極的にアタックして自ら犠牲をなんか何かしらもあった上でやってるんだよ。でもそれがそれよりもアイドルを応援したいとかそういう気持ちの方が勝つんだったらもうそれでいいじゃない。それでいいじゃない。だから恋愛できてないこととか恋愛してないことをマイナスに思うことはないよ。ハエ、ハエがもうちょこまか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 してさっさとお家に帰るなさ。一線はソロの方が合ってる、それは間違いない。団体行動で、まあ、団体行動少人数グループだったらワンチャンある。痛い、ハエにもてあそばれてるよ。
爆睡って何。みんなは別に自ら恋愛をしようと思ってないと思うので、たまに連れてかれる夜のお店で数十万使っても何も覚えてないので、それはもうやめなさい、自分のために使いなさい。まずは推しを応援することが一番正しい。それ以外のお金使う、そうそう、それでいいならそれなのよ。みんな静かに泣いてる、ごめん、泣く必要ないよ、泣く必要なくない？自分でさ、そういう道を選んでるんやろ？違うの？全然それは悪いことじゃないしさ。それ私ちょっと思うんだけど、いや、なんかそのもしじゃあこれから私が誰かとお付き合いするとするじゃない？私アイドル好きな方ちょっとあのね、なんて言えばいいのかな、なんか例えばじゃあそのじゃあ相手の男性がいるとします。その人が誰か推しメンがいたとするでしょ。そしたらその推しメンが一番理想の人ってことでしょ。そしたらもし私が彼女になったとしても、その推しメンにとは付き合えないから私と付き合ってるのかなと思っちゃうの。なんか妥協なのかなって思っちゃうのね。私が一押しじゃないってことでしょ。他の女の子にが一押しで、お金をそっちに使いたいわけでしょ。お金だけっていうのはおかしいけど、お金っていうかお金も時間もなんか興味も全部その推しメンの方が上回るわけじゃないですか。自分とは妥協で付き合ってるのかなみたいな風に思っちゃうから、思っちゃうから、そうで私推しだったらね、でも私推しだったとしても推し変されちゃうかもしれないじゃん。推し変されちゃうかもしれない。それで言うと彼女できた知り合いは大体高いしてる。あ、えはい、そういうこともするんだ、アイドルのファンの方って。私おかしいかな。だって顔とかもそっちの方が好きなんでしょって思っちゃうし、なんかふ彼氏最近アイドル好きの、うん、嫉妬しないの？好きな芸能人いるとか質問して、愛理さんと違うタイプだったら気に、あ、そうそうそう、え、全然似てなくない、え、全然雰囲気違うくないとかだったらさ、え、私のこと泣き輪だって思っちゃう。私はアイドルは偶像、現実は違うと思う。ああ、なるほどね。みんなそれでいなくなる。あ、彼女できたらオタクっていう言い方微妙だね。ファンを辞めるってこと？本当に辞めるの？本当に本当に辞めれるの？彼女とは私は違う、その区別は何なの？同じ女の子じゃない？アリちゃん好きだけど、時代の永瀬さんも好きです。あー、なるほどね。逆に彼女がジャニーズさん好きなら共感できちゃう、私は。あー、心が広いね。じゃあこうテレビとか見てて、え、かっこいいね、俺はそう思うって言うってことでしょ。心が広い。彼女いないからアイドル好きな人が多かった。あー、私もアイドル好きなのに、私もアイドル大好きなのに、なんで思っちゃうんだろう。私もアイドル好きじゃん、なのになんで嫌だって思っちゃうんだろう。アイドルより自分を選んだと思いなさい。でもゲゲゲゲなに、ゲゲゲのゲ。なにゲゲゲのゲイって、なんか積もったんだけど。
ゲゲゲの銀面白い。もうダメだ私。ダメだね。心が狭いね。何書いてるの？単純にどっちにも要領よくさ、時間は割けるけど、あ、じゃあみんな彼女できたら私のこと好きじゃなくなるんだ。そういうこと？やっぱ自分が一番で、え、いてほしい。だ、世界中の女の子で一押しにしてほしい。変？じゃあみんな彼女ができたら言ってね。ちゃんとツーショット画像も送って私に、こういう素敵な女性とお付き合いしましたので、あなたから他界しますって連絡してください。待ってます。永遠の議員の方に告白されたことあります。彼女できたら多分離れる。いやー、応援してるね。結婚式呼んでね、行くよ絶対。ご報告してください。そしたら私も、あ、飽きられたんじゃない、彼女ができたんだって思うから。嬉しいし、ゲーのゲーじゃないんだよ。お伝えして、お伝え、喧嘩しても報告してよ。たまに机上の空論、机上の空論、冷静に超える人と出会えることが、アリちゃん超える人、アリちゃんが先に、絶対結婚しないよ私、結婚できない女ナンバーワンだと思う、すごく。俺と家族のツーショット、いるいるちょうだい。机上の空論、結婚式呼んでもいいんだけど、何枠で呼べばいいんだ、かんない、天才。机上の空論ない話、あー、ありがとう。あやの結婚式みんな呼んであげる。ご祝儀5億だから。元カノ、おい勝手に元カノにするんじゃねえ。みんなの元カノ、日清愛理です。リアル感強いって言うんじゃないよ。私結婚しそう？私結婚しそうかな？しそう？本当に？え、でも3年くらいお付き合いしないと結婚したくないよ。3年でも短い、ちょっと。私このルームだと幸せな家庭を築く。そうだ、私絶対裏切られるタイプだもん。私のことをね、大切にしてくれる人なんていないんですよ。クソネガティブ。まみちゃんファンのみんなで好きだ好きだ好きだ。あ、踊っていいね。付き合ったらすぐ人死にません。一目惚れはしないです。私多分人のこと好きになるの1年とかかかると思います。本当に本当に好きになるの。相手は石油王とかの一歩と高望みしなければ、
3、4年くらい交際期間ないと結婚はできないかな。なんかさ、恋の賞味期限は3年って言うでしょ。3年ってそれを超えてみないと分からなくない？どうなのか分かんないけど。だってさ、私今今年23になるでしょ、まあ、22歳とするじゃん。25でしょ、もし3年、今もし、まあ、明日彼氏ができるとしてそれでも25歳じゃん。23歳になったら26歳でしょ、24歳になったら27歳それで次付き合うかもしれなかった人と3年続くかなんてわからないじゃないですか。もう絶対結婚できないじゃん、そんな。本当に絶対結婚できない。スキューか何も持ってないアラジンのどっちかじゃないと理性のボーダーライン。1年ぐらいが青年別にファンの人との恋愛、うん、難しいな。どうなんだろう、みんなどうなんだろう。絶対ないとかはない。でもなんかその自分もめっちゃ好きでいてくれてる人たちじゃん。でもアイドルファンの方たちじゃん、推し変するじゃん推し変するじゃん時間かかるよね。だってさ、結局アイドル好きでしょ。じゃあもし結婚するとするじゃん、アイドルファンの方と。そしたらその自分と結婚してる間に絶対若い子で推しメン作るでしょ。もう私死んじゃうよ。そんなさ、私がおばあばになってさ、40とかになった時にさ、20代の女の子とか応援してたらもう私絶対そうだよ。 今私が若い時にさはさ、アイドル好きじゃないとか言ってさ、もうアイドルとかはやめるとか言ってさ、私と付き合うかもしれないじゃないか。で結婚するじゃん。そして10年ぐらい経ってみ、絶対家にグッズめっちゃ散乱するよ。誰か知らの、絶対家になんか見かけない握手券とかチェキとかが絶対プワってあるから。なんで一緒に応援しなきゃいけないんだよ。あるよね絶対。私ジャニーズさんのおかげは絶対しない。でも言ったじゃん、お金出して応援できるのは女の子だけだって。夜の飲み屋よりも絶対安く済む。全然アイドルファンの方の夜の飲み屋、キャバクラさんね。あ、まあ、それはそうかもしれないけど、なんでそっちも許さないよ。しかも自分の子供くらいのアイドルのね。だからそれを許してあげる奥さんの方とかたくさんいらっしゃると思うんだけど、本当に心が広くて素敵な方たちだなって思います。その旦那さんの趣味を受け入れて、あの容認してくれてるってことだから、とても素敵なことだと思いますよ。私みたいに心狭狭女、私みたいに心狭狭女じゃないから。諦めてるだけの
心狭しも女だから、私がずっと一番じゃないとやだ。16歳年下の子と付き合ったことあるけど、16歳、みんな通報だ、ピン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 、16歳、なんで鼻押されたんだろう、ピー、精神してるの、それは精神してた、しててくれってわかんないよしててお願い、成人してたかしてないかだけ教えていただいてよろしいですか。ちょうど20歳、本当に20歳になってからなのかにゃ、それか20歳って一番その合法の間で、合法の間でギリギリで、ギリギリ狙ったな、本当に20歳を超えてからなのかな、19歳ギリギリとかではなかったのかにゃ、なってたよ、成人式すぎるな合法内で一番若い子を狙うとはお主も悪よの悪いの、とにかく一番合法内で若い子が良かったみたいな成人式より誕生日の創設え、どこで出会ったのマジで、NANPA、 こんばんは、 NANPA、 どっちだ、 NANPA、 NAMPA、 どっちだどっちだ、公開処刑って楽しいよねいや職場、あー、なるほどなるほど、 NANPA か、よかった NANPA じゃなくて、彼女17歳、俺23歳って付き合ったことあるよ、ちなみに共通点は V6 さんのファン、はにゃん、未成年だにゃん、え、いいの、え、わかんない、え、いいの、え、わかんない、ちょっとあの法律がよくわかってない、あ、調べなきゃね、私もそういうところ学ばなきゃね、勉強しなきゃなんだけど、
いいの？あ、なんかご両親の同意があればいいんだっけ？ご両親の同意があればいいんだっけ？双方の。そういうわけじゃない？18歳以上で親の同意があれば OK。 17歳って書いてるかな。あ、女性は16歳から。あ、確かに結婚できるもんね。うーん、あ、じゃあ全然いいんだ。あ、いいんだ。あ、問題ないんだ。知らなかった。高校の時のバイト先の店長が当時の同い年の JK をつかめたい。なんか JK の時とか大人と付き合うのかっこいいとか思う女の子もいるんだろうね。そういうところにつけ込むんでしょうね。まさにそんなこと。うん、私はな、高校生の時大人への憧れなんて全くなかったな。え、私がさ、すごいさ好きなさ、前も言ったかもしれないんだけどさすごい好きな少女漫画のシーンがあって、こないだのんのんと話してたんだけど、すごい好きな少女漫画のシーンがあって、前も多分言ったけどもう一回言うね。なんかそのスミレはブルーっていう少女漫画があって、好きなんですよ私。そんな条例受けるなんかそのすごい、なんかあの付き合いたてのすごい純粋なウブな感じの2人、高校生みたいな感じで、なんか1個だけ缶ジュースを買うんですよ2人で。でまず男の人がまずマムちゃん缶ジュースね、マムちゃん。そしたらね、この飲み口をこうやって手で拭くんですよ。で渡すじゃん、私女の子渡されるじゃん。で女の子もこうやって飲んでグッて浮くじゃん。でもう一回渡す男の子に、次今男の子で飲むじゃん。でキュッてして、でもう一回女の子もキュッてするのね。で次また男の子の時に飲むじゃん、こうやって、うん、で心をこうじーって見るんですよ。で女の子にそのまま吐かずに渡すんですね。それで女の子もこうじーっと見て飲むんですよ、そのままでチュッてするの。そのシーンが大好きすぎて、少女漫画って。妄想じゃない、少女漫画であるの。え、よくない？もうこの漫画何回も読み返した。そんなシーン今までない。え、あるの、少女漫画に。もうそれ見た時私もう何これと思って、何これと思って。でも私はいつまででもそういう、なんて言うんだろう、可愛いよね、キュンキュンするよね。私もそういうなんかウブな感じがいいんですよね、いつまでも。好きなシーンとかセリフ、あー、あ、これものんのんと話してたんだけど、嵐さんのモンスターの歌詞がいいっていう話をして、好きな子に俺が吸ってたタバコを吸わせてと言われて一口吸われた時はその後どうしようかと思った。それはいいね、待って、ニヤニヤしちゃう。
コーンポタージュ1回飲んで飲み口見て素手で飲み口下へこまして私ってくれもらったらキュンかも。何全然キュンじゃないんだけど。タバコか、一回も吸ったことないな私。でも多分私これ吸ったらうわうみたいになるかも。全然キュンとならないかもしれない。こうじゃあ私もちょっとカッコつけて初めて私にも吸わせてって言うかもしれない。こう吸ってうわ超気まずい超気まずい絶対気まずくないぞ。終わったね。壁ドンを食らったの？女の子から？私のパピーもおタバコやめてよ。壁ドン食ら、壁ドン食らう、壁ドン女の子の方からするの？すごいね。そんなことあるんだ。歩くだけで床ドン。いつも誰かをキュンキュンさせてるね。それは多分ドンキュンドンキュン。後輩で壁ドン。アイリさんの壁ドンぶっ飛ばされそうに見えた。女の子の身長は気になる気になる。教えて教えて。女の子から壁ドンとか最速チューでしょ。何言ってんのよ。ドンチューってドンチューってするの。もはやなの？もはやって読むのか、最速中じゃないのか。もはや中か、もはや中か。最速中って何？なんか歌でありそうじゃない？最速中って何？157センチか。下からドンか、下目からドンか。だいぶ不健全なそれな。どっかのアイドルさんのデビュー曲最速中。ダムチャンネルをご覧の皆さんこんにちは、リサアイです。この度私はシングルを発売することになりました。ファーストシングル最速中、皆さんで今日名言多いね。ゲゲのよぎ。でもダムチャンネルしたいんだよね。ダムチャンネルやりたい一回ぐらい。
ダムチャンネルをご覧の皆さん、ダムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。あれやりてえな。反則中歌詞作んないで、ちょっと読みたくないわ、恥ずかしくて。歩いてるあなたに、走ってるあなたに、寝ているあなたに。ところ構わず誰かに構わず。やめて、本当に誰かに構わず。全然違うかし、誰かに構わずはやばい、誰かに構わずはやばい。どんな人の歌よ、本当に面白すぎるな。最速110番だね。面白い。私より通報案件、いや、どっこいどっこいのどこの助かな。スカンドシングル、歩いてるだけで床、ん、何にしようかな。エブリ、難しいな。床丼、床丼、あ、難しい。スカンドシングル、誰から構わず注文。誰から構わず注文。ファーストシングル最速中央、好評発売しており、なんとセカンドシングルの発売が決定しました。セカンドシングル誰かで構わず中、皆さんぜひ歌ってください。サードシングル気づいたら堀の中。ぜひ歌ってください。面白すぎるわ。あ、塀の中か、堀の中って言っちゃった。面白い。よく出れた、確かに。よく出れたね。気づいたら森の中。ダメダメダメ、怒られちゃう。多分セカンドシングルの後半で連行されてるね、これは。誰から構わず中だからね。 MV はスクランブル交差点で誰から構わず中してる。やばすぎる。4作目はプリズンの中でも誰から構わず中だな。後半中。
白すぎるね。法廷中無罪懇願中とかね。仮保釈中、面会中、無罪放免中。執行猶予中。証拠十分保釈中。無期懲役中。でももう範囲シングル困んないじゃん、永遠に。面白すぎる。出てくれないよね、永遠に曲出せるじゃん。面白い。面白いね。面白い。再発注はやめろ。どうしてこうなった？本当に。マスターの監視なんてやばいでしょ。面白すぎるわ。よかった。笑えて嬉しいわ、めっちゃ。そうだよね、ファンの人はと恋愛したら推し変するとかいう話から、俺何をしてんだろう。面白かった。でも最速中、私が最速、もはや中を最速中って読んだところだ。楽しかった。てかみんなのギャグセンスが高すぎてめっちゃ面白いんだよ、本当にみんな。なんでその面白いのみんな。みんなのギャグセンスがえぐいのよ。もう私を越してるから困っちゃうわ、ほんと。配信者よりおもろいから困っちゃうわ、ほんと。楽しすぎるわ、ほんと。作曲お願いしてるよ。作曲できないからな、私。みんなで飲み会してほしいわ、絶対楽しそう。普通にみんなと会えるイベントしたいな。アリスさんインスパイア系。いや、近々、まあコーナーに気をつけてたら全然。恵比寿行きてー、レスビー行きたいな。イベント、まあコロナがもうちょっと、まあ緊急事態宣言とか出てると厳しいと思うけど、まあ今後どうなるかわからないから、様子見ながらみんなで楽しめる日作ろうね。恵比寿の、あね、安兵衛っていうね、高知のね、餃子居酒屋さんが恵比寿にあるのよ。
多分恵比寿だけなんじゃない？多分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 。事務所が恵比寿。なんで知ってるの？調べたの？まあそっか、普通に住所見たらわかる。そうそうそう、事務所は恵比寿です。まだ1、2回くらいしか行ったことないけど。そう、ちょっと私は今からね、部屋の洋服の整理をしたいと思います。頑張ります。ヤスベ食べたい。カラオケいいね。ちょっとそろそろお部屋の整理するわ。ちょっと洋服さえね、収納で今日収納届いたんだ。昨日届いたんですよ。だからね、ちょっと頑張ってみようと思う、収納。机作らなきゃだよね、早く。もう2時間も配信してる？あ、いや、時間経つの。もう机ね、気が重いそろそろ開封しなきゃ。じゃあランキング読みます。13位ガッピーさん、ありがとう。12YSA73 と綺麗すぎや、どうしよう、私のこと絶対違う気がする。11位ヒーヤンさん、ありがとう。10位マヤコさん、ありがとう。9位ユミさん、ありがとう。8位ハローさん、ありがとう。7位ヒデくんさん、ありがとう。6位シャユさん、ありがとう。5位キノジーさん、ありがとう。4位クリポンさん、ありがとう。3位スピーナさん、ありがとう。2位林内ちょぼいじょうさん、ありがとう。1位ライリッセンさん、ありがとうございました。それではまた明日、また明日ね。楽しかった。個人情報晒し大丈夫大丈夫。おやすみ。ありがとうみんな。おやすみ。